こでちょっとね、さすがに黒マスクはさ、まずいんで、ちょっとこれに変えるわ。これ、こちらに変えればさ、あのまだあのね、シャレで通用する、シャレでつ、クリスマスバージョンだったらさ、まださ、あの、なんとかなると思います。ものすごい警備がやあるんだけど、ものすごい警備があの立ってんすけど、入り口で見える？やばいぐらい警備がなんかあるんだけど、あんなに警備強かったっけ今日。いやめ、じゃあ奥にさ、男の警備員がうろちょろしてんだよ、あっちに。はい、じゃあ5000円のお釣りでお願いします。はい、お願いします。あ、荷物、お客様ありがとうございます。こんにちは、こちら車と開けてもらえますか。いいです、お願いします。はい、ご協力ありがとうございます。こんにちは、はい、ちょっと前で確認しますので、お願いします。こんなに並んでたんですか。あ、めっちゃ並んでたんだ。あ、こんな風に並んでたんや。割り込むところやった。割り込んだから、そうか、そういうことね。なんかここではみんないろんなキャラクターが踊ってる。誰か、この人気のないネズミ君と一緒に撮ろう。ネズミ君と僕も写真撮りたいんですけど。すいません、一瞬だけいいですか。一瞬だけ。あ、ダメなんですか。あ、わかりました。あの、やはりながらあの、マスクはあのちょっと著しくなんかあの乱す、空気を乱すということで、ここではかぶれません。すいませんでした。著しく乱すということで、当然ですね、やっぱり、うん、あれ最終なら乗れるんじゃないの。ちょっと乗ろう。ちょっと待った。はい、僕も乗りたいです。ちょっと待って、まだ行かないで。乗れんかった、汽車に。大人1名ですけど、やった。大人1名で行けそうですよ。嫌な予感がする。すいません、やっぱりドタキャンでお願いします。こちらの方からご案内いたします。これはいわばあのパークの鬼ごっこでもありますからね。鬼ごっこ、うん、あの多額の賠償金をかけた鬼ごっこが始まってますから、だから立ち止まれないんですよ、恐ろしいことに。回避の天才って呼んでください。あ、すいません、間違えました。あ、ごめんなさい、警備員かと思った。大ほこり、あき、大ほって聞こえる。嫌な予感がする。なんか
んかこれ最後の見送りの人形みたいな感じで嫌な感じだ。だって僕の一人に真後ろにおっさんがついてんだけど、どうでも普通の人あれじゃないんだ。失礼します。すみませんでした。しときます。なんで広報ちょっとやらないようにしていただけます。はい、すみません。入ります。すみません。申し訳ないです。また、はい、無断でやってしまって、はい、申し訳ございませんでした。自分悪いことしたと思って、ね、免許証だったりして。あ、はい。じゃあ、ちょっと話していただいてもよろしいですか。はい。ちょっとね、広報の方にご連絡いただいて、はい。すみませんでした。申し訳なかったです。いろいろとなんかご迷惑かけてしまって、ただマスクは脱いだ方がいいと思ったんで、すみませんでした。また同じようなことになってしまいますと、はい、もうすいません、二度とすいません、はい、二度とすいませんので、本当すいませんでした。僕もちょっと過激なことやってしまったと思って、本日は、はい、要はお一人で来られる、一人です、はい、一人でなんか面白いかな、あ、誰もいません、自分一人でニコニコ生放送でなんか雰囲気が楽しめればなと思って、はい、すいません、はい、11時ぐらいからずっと、いや、してます、すいませんでした、帰ります、他のお客さんとかの迷惑になってしまったと思います。すみません。事前に候補に一言っていただければ問題ありませんので、すみません。ご連絡お願いします。もしなかったら電話いただければ。あ、電話番号。どこか、はい、学びさんの。あ、そうです。はい。すみません。あ、すみません。もう帰りますので、失礼いたしました。すみません。出禁でしょ、明らかに出禁だよ、出入り禁止ですよ。ガジェット通信の人はこの放送見ないでください。出口まで出ればまだ撮ってらっしゃいますか。いや、切り方が分かんないんですよ、これの。これの切り方が。どうやって切りゃいいんですか、これ。あ、先に謝っときます。ガジェット通信の皆様、この度ご迷惑をおかけしてすみませんでした。ほんでですね、一つ詫びるところがあるとするならば、ちょっと保険証を出してしまいまして、どこにバイトって言ったんですけど、ごまかしがつかず、思わずガジェット通信で働いてますって言っちゃって、深見並びに西村博之取締役、本当にすいませんでした。はい、尻拭いは申し訳ないですけど、お願いいたします。オリエンタルとちょっとうまく仲良くなってください。これをきっかけに
うまく交渉して仲良くなってください。東京ディズニーランド様、再三にわたる記者からのお願いや注意指導があったにもかかわらず、次の行為を行いました。2017年4月11日、ニコニコ、僕がさ、ここね、緊張してね、ニコニコ、ここ、ニコニコ動画って書いたらさ、これ発見してね、直させられました。バツって、間にニって入れられて、ニコニコ動画での生中継をしたって、書き直し食らっちゃってさ、ほんで、私は上記の行為につき、本書を持って深くお詫びさせていただくとともに、今後、ね、ほんで、ここですよ、怖いのは。いかなる種類のパークチケットを提示しようとも、パークに入園できなくなること。つまり、一生、じじいになっても、ディズニーランドとディズニーシーには入れなくなっちゃったんです。永久に。永久に、足を踏み入ることができなくなっちゃったの。うん、東京ディズニーランド、ファンクラブ、ファンタブルディズニーの入会もできなくなった。全部。全部です。はい。もう、オリエンタルコーポレーション、オリエンタルラジオ、あ、オリエンタルランドさんからは、破門されました。あ、はい。すいません、この度は。え？この度すいません、なんかいろいろとご迷惑かけて。どうしたの？ちょっとガジェット通信さんとオリエンタルランドさんをちょっと喧嘩させちゃって、ちょっといろいろと、はい、関係あるの？はい、ガジェット通信の名前出しちゃいました。どこで？オリエンタルランドで。マジで今放送中？はい、放送してます。どうすんのよ。なんか怒ってるって聞いたんですけど、怒ってません？別に大丈夫ですか？いや、怒るっていうか、もうあかんなと思って。すいません、嘘です、あれは。あれは本当嘘です。どうかお許しください、本当に。本当に嘘です、あれは。二度としませんから。二度としませんから。本当に。もうさよなら。